綿鳳仙と朝天鳳仙の違いについて、今回は綿鳳仙と朝天鳳仙の違いを紹介します。この違いの理解は、綺麗な影や金属光沢を綺麗につける際に必要になります。鳳仙関係の内容は 3DCG を使う上でとても重要になる概念です。ぜひ理解できるまで繰り返し動画を見てほしいです。それだけ重要な内容だと個人的に思っております。それではやっていきます。前提知識、下記の2つを前提に進めます。 3DCG で使われる鳳仙は主に3つの意味があること。これは面の向き、頂点鳳仙、鳳仙マップ。その区分は、面鳳仙として面の向きと鳳仙マップ、頂点鳳仙として頂点鳳仙があるという区分分けです。そしてもう一つが、一つの面は面と頂点の2つの鳳仙情報を持っていること。一つの面にはこの面鳳仙とこの面を構成する頂点が持つ頂点鳳仙の2つの情報があります。そして頂点鳳仙は面鳳仙とは別の方向に設定可能です。これをうまく使うことで 3DCG で立体の見え方をより細かく調節することができます。以上の知識を前提に進めます。面鳳仙と頂点鳳仙の違い。面鳳仙は面の向きで、鳳仙マップを使うことでより細かく設定できます。面の向きは文字通り面の向きを決める面鳳仙。一つの面あたりに一つだけ存在します。背面カリングという裏面を表示省略する処理に影響を与えます。そして鳳仙マップを使うことで面の向きをピクセルで分割できるようになります。これで面に複数の鳳仙を持たせて細かな陰影を処理できるようになります。鳳仙マップは画像なので、180度以上の鳳仙の変化は生まれません。つまりこの面の向きに影響を与えないです。この2つが面鳳仙です。そして頂点鳳仙が陰影の付け方を決める光線で、1つの頂点に隣接する面の数だけあります。スムース正序などをかけると1方向にまとまります。これで影の付け方や表面の見え方に影響を与えます。そして大切なことは、面鳳仙の処理と頂点鳳仙の処理が組み合わさることです。つまり鳳仙マップと頂点鳳仙は影響を受け合います。鳳仙マップは面鳳仙を細かく分割して陰影を処理しています。頂点鳳仙は頂点の鳳仙を編集して陰影の見え方を処理しています。この2つは互いに影響を受け合います。ここむちゃくちゃ大事です。ぜひ何度も繰り返し復習して覚えてください。面鳳仙、ここからは具体例も交え一つ一つ紹介していきます。まず面鳳仙とは、面自体の向き括弧鳳仙のことです。鳳仙マップを割り当てなければ、一つの面に一方向だけあります。ビューポートオーバーレイを表示し、面の向きにチェックを入れることで確認できます。裏面のところが赤く表示されています。面の向きだけでは陰影の付き方に影響を与えませんが、 FBX で書き出してユニティなどに持っていった際は、裏の面を非表示にして処理を軽くする背面カリングという処理の影響を受け、裏側が見えなくなります。そして鳳仙マップを割り当てることで2つの変化が起こります。面鳳仙がピクセルで分割される。分割された面鳳仙に陰影の処理が入る。アンビエント CG などでダウンロードした鳳仙マップの素材を読み込み、 3D ビューを見るとこのようにノーマルマップ括弧鳳仙マップが割り当てられ、面の表面に細かな面鳳仙が生まれ、陰影のディティールが表現されています。これが鳳仙マップによる処理です。頂点鳳仙、頂点鳳仙とは頂点に付与された向き括弧鳳仙の情報です。これは一つの頂点に隣接する面の数だけあります。オブジェクトを選択し、タブキーで編集モードに入り、ビューポートオーバーレイの中のノーマルの真ん中のボタンを選択することで確認できます。この頂点の鳳仙が表面の明暗の見え方に影響を与えます。アブノーマルなどの頂点鳳仙編集のアドオンを使い、頂点鳳仙をこのように編集するとモデルの形状は変わらずに明暗の見え方が変わります。頂点鳳仙もこのように向きが変わってます。 Alt N で面から設定などにすれば一般的な見え方に戻ります。これが頂点鳳仙です。頂点鳳仙の数について、頂点鳳仙は隣接する面の数だけあります。平面を作成し、
面の分割を増やして線形をかけます。するとこのように頂点方線が隣接する面の数だけあることが確認できます。ここは4つの面が隣接しているので頂点方線が4つあります。実験、頂点方線のみを反転させる、より理解を深めてもらうために一つ実験を行います。 Shift A で平面を作成し、タブキーで編集モードに入り、ビューポートオーバーレイからノーマルのところより頂点方線と面方線を表示させます。そしてこの状態でアブノーマルを使い、フィリップノーマルで頂点方線のみを編集します。するとこのように面方線は上の方を向いたまま、頂点方線のみが反転したので、このように明暗の向きが反転しています。わかりにくいので Z2 キーでマテリアルプレビュー、するとこのように面の向きは明暗の見え方に影響を与えず、頂点方線で明暗が裏返ったことが確認できます。以上で実験が終了です。スムースシェードとフラットシェードの正体、スムースシェードをかけると頂点方線が一方向にまとまります。頂点方線のつながりをスムーズにすることで自然で滑らかな影を表現しています。これがスムースシェードの処理の正体で、逆にフラットシェードをかけることで頂点方線を面の数だけばらけさせます。こうすることでそれぞれの面の頂点方線のつながりをなくし、面と垂直に交わるように頂点方線を設定することで、このようなシャープなエッジを作っています。これがフラットシェードの処理の正体です。つまりスムースシェード、フラットシェードはこの頂点方線を編集する処理の一つになります。まとめ、今回は面方線と頂点方線の違いについて解説しました。この方線の概念はとても重要になります。 YouTube で他の動画やブログの方でも解説しているので、いろいろなところから学び実践して身につけてください。個人的には自分で手を動かして方線編集を行うのが一番の理解の近道だと思います。ぜひ理解できるまで何度も復習して実践を繰り返してください。以上になります。今後も VR チャットの自作アバターを想定して 3DCG でキャラクターを作りたい人向けに有益な情報を発信していきます。この動画が役に立ったためになったという方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。よろしければ Twitter の方もフォローしてください。以上、ご視聴ありがとうございました。